日銀は地方支店などからの報告をもとに全国9地域の景気情勢を取りまとめました中国など新興国の経済の減速によって海外への輸出や企業の生産活動が伸び悩むなど景気への影響が記されています一方で個人消費や設備投資は堅調だったことから前回7月と比べ景気の基調判断に変化はないとして全ての地域で判断を据え置きました 景気の現状を緩やかに回復している、または回復しているなど回復と表現するのは2014年1月以降、8四半期連続となります。